今回はバッサリ長さを切ってブリーチオンカラーをしていきます。ビフォーアフターの状態ですね。カットはかなり量切りましたね。ブリーチを入っていくんですが、パレットを使いながらしっかり薬剤を溜めて塗布していきます。で、これペーパーつけているのは根元に薬剤がつかないように止めてます。根元の方はハケでぼかしながらしっかり量を溜めて塗っていくのがポイントになります。トップの方はですね、伸びた時にプリンにならないようにウィービングを取らないでバックコームのみ、した状態で僕はやっていきます。ラバークリップで留めることで、根元にですねブリーチがいかないのでストップさせてくれるので、そういう効果もあります。このように、ブリーチをすることによって根元が伸びても自然にボケるような感じですね。エアタッチより時間が早いっていうのと、自分がぼかしたい分だけバックコームだとぼかせるので、エアタッチは最近してないです。このようにバックコームで塗っていきます。シャンプーしてオンカラーした状態になります。今回はグレージュのカラーで染めました。自然なブリーチの感じも残したかったので、色はそんなに濃い色は使っておりません。こちらアフターの状態です。かなりイメージがね変わったと思いますので、喜んでいただけました。